どうもー影です。今日はですね自分の体のためにするまあ体のためにやるということなんですけどどういうことかと言いますとですね自分の体のためにいいことをやってやるっていうことですねで人のためにやるやるっていうことでこう動く方っていうのはおられるんですねその人のためになることをこうやるっていうことがこう自分のこう やる気になったりしてこう動かはる人っていうのはいはると思うんですけども、その自分にもその目を向けてほしいですよね。自分の体の方にもね、えー、僕も、えー、僕の考え方というかそのいろいろこう勉強していく中でね、自分の体っていうのはやっぱ借り物というところ、えー、そういう意識もちょっとあるんですね。えー、自分の体やって思ってしまってるというよりは、これを体を借りて自分が自分というものをこう表現しているというところが。 あるんじゃなないかなという感じがあるんですけどもということはですね軽いもんなんで一応大事に使うというかその大切に使うというかその体のためになるようなことをこう自分にしてやる自分の体のためになることをしてやるということですねだからまあ健康になるようなことをするということです体が喜ぶようなことをしてやるということですね。で 例えば僕やったらあの歯でいうとね歯のクリーニングですねこれは今3ヶ月に1回行ってるんです前が6月行ってたんで今度9月に行こうとして今度まあ予約するんですけどもそういうね、あのー、体体じゃその歯のねクリーニングをすることによって歯はこう、えー、正常というかそういう健康な状態に保たれるわけですねということはですね、えー、体は喜ぶということですね でこれをね、えー、例えば歯だけじゃなくて例えば目目もこう大事にしてやるで、えー、手っ取り早いので言うと、えー、目薬ですよねで、えー、僕やったソフトサンティアの、えー、瞳ストレッチの目薬をしてるんですけども、えー、そういうその自分の目にいい目薬をしてですね、えー、目をいたわってやるとで他にもですね三転行刺法って言ってこう,、えー、こう親指をこう立ててですねこう10 1、えー、0ンチぐらいこう開けてそこをこう10秒ぐらいこう見るとで手を伸ばす手を伸ばしてその親指を、えー、10秒間見るで次は、えー、その部屋にある壁壁をこう10秒間見るこういうのを1セットとしてですねこれを僕は3セット毎日しているという状態なんですねそうすることによって、えー、目の筋肉がこうどういうんですかこうマッサージされる状態になってですね あの目にいい状態。 とということがあるんですねで僕の先輩なんかはこれをすることによって老眼がですね止まったと前まで新聞とか読むのが大変やったのにそれが普通に読めるようになったというふうに言ってはりますこれまあもちろん個人差があるとは思うんですけどもこういうことをしたらいいっていうねこれはまあお医者さんも言ってはることなんですかねでそういう目にいいことをこう毎日コツコツしてやるほんで毎日することによって体は喜んでくれるというところですねここういういとを してやるんです、ね、いろんででですすねねいろなことその例えば運動をするとですね体のこう血液循環が良くなったりしてですねでストレスもこう発散されたり解消されたりしますしそういうことをしてやるっていうことをするとですねなんかねその体がねこう満足してる感じこう芯の方からこうあったかくなる感じですかねこう ちょっと変な表現してるかもしれないんですけどもそういう感覚を覚える時があるんですね。 満足感感が増えるようななじはしますねいろんなことでです、ねうん、だから例えばその野菜を食べてやるとそ,したらその野菜がすごくおいしく感じられる状態になるとでもちろん体質が変わっていくんでしょうかその体質が変わっていくっていうのはそのいい方向に変わっていってるんで体が喜んでるんですねほんでそのよりそのね喜ぶことをすることによって僕がおいしいと感じることができるようになっていると。 いうところですね。だから、えー、体はよりこれこれを食べたら美味しいよと俺にこう美味しいという感覚を覚えさせるというかそこを覚えさせるっていうんじゃないけどそういう感覚に持ってもらってですねより野菜その食物繊維をとってもらおうという形をとるんかなというところですねだから良い循環というかその良いサイクルがこう回っていくんですね。その 体のためにしていくとで体のためにこうなることをやっていくっていうことがですね結局また人のためにもなるというか人のためにもこうやっていくっていうその自分をいたわることができるっていうことは他人もいたわることができるんでそういうふうな良、えー、い循環良いサイクルがこう回っていくということでですねその でででもいいんです、ね、一つずつでいいと思いすす。ね。つつずと思まちょっとずつその体のためになることをこうやっていくということですね。なるべく自然な形の方がいいでしょうね。えー、例えばそのサプリメントを飲むとかねそういうことで体をいたわってやるっていうのは、えー、僕は、えー、しません。その人それぞれその考え方があるんで別にいいんですけども僕はそれはしません。あの どうしてもその飲むもんで言うと最近ちょっとサプリメントでちょっと使おうかなって思ってるのはウコンですね。ウコンぐらいですね。ウコンは購入します。ちょっとそれ何昔飲んでて聞くウコンがあったんでそれをね肝臓エキスっていうやつかなだからそれは買いました。 それはですね、えー、僕は水曜木曜と、えー、チートデイなんでお酒を飲めるんですけどもその水曜日は飲んで次の日木曜日その休日なんでいいんですけど木曜日に飲み過ぎるとですね、えー、金曜日が仕事でちょっとね、えー、しんどい思いをすることがちょっとあったんでそこをね こう防ぐために、うん、でアルコールを抑えつつ、えー、ウコンも飲むっていう形ですね木曜日に関しては。ほんでその飲みすぎないためにどうしたらいいかなって思った時にですね「喝、えー」っあれじゃないですかあのー、張本さんがこう「つ言ってるじゃないですか「つっていう漢字をですね、えー、A4 いっぱいにこうグッとこう「つ、えー、ってこう書いてですね でそれをラミネートしてそのお酒を飲む部屋にこう置いとくんですね。ほんで木曜日にそれを見れる状態にしといてですねちょっと飲んできて飲みすぎてきた時にそのカッツが見えるようにしといてでお前飲みすぎやぞカーッツっていうのをこう自分で見せてですねで飲みすぎないようにしようかなと。でこれはえー、明日からですねやる形なんです。自分にどういう風な影響を与えるかっていうのをまた見ていく。これもまあまあえーちょっとね どうなるかっていうのを見ていきたいかなというふうに思っております。ということで、えー、体に、えー、いいことをすると、体に良いことをするっていうことについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃで行きましょうどうもありがとうございます。